ちらに皆さんの、これから生きていく皆さんの若い力を貸してほしいなと思って、今日お願いに上がりました。復興に関わって、皆さんのパワーを、お借りしたいなと思います。視点から、お話を聞くことができると思います。